こんばんは。 IBC 岩手放送新人アナウンサーの土村萌です。今週はですね、盛岡市を見渡すことができる岩山から皆さんと一緒にお届けします。こんばんは。こんばんは。いやー、見晴らしいですよね。萌、はい、今日はちょっと邪魔が多いからさ、今度2人で夜景見に来ようぜ。え、いいです。なんで。ちょっとお一人で。いいじゃん。いいです、いいです、いいです。恥ずかしがり屋だ。いいです、いいです、いいです、いいです。それではプロレスの魅力をたっぷりお送りする30分、いきますよ。せーの、やっべー。この放送はご覧のスポンサーの提供でお送りします。先月、滝沢村総合公園体育館で滝沢村大釜法輪寺さんの主催する入場無料の試合が開催されました。会場は多くの人で賑わいました。僕たちの試合を初めて見るという方も多かったので嬉しかったです。今日はその中からセミファイナルの模様をお送りします。それではマンズミッペッシ。10月17日滝沢村特別大会。この日はチャリティー興行ということで入場無料、しかもタッグトーナメントの決勝戦もあるということで会場は賑わいました。1200人、超満員。試合は IBC ホールで宇宙戦争を繰り広げたウルトラマンロビンとサスケに人生が加わりました。豪華トリオですね。そして対するクーロンは佐藤、周、ケイニ、ハヤトが加わります。ますますこうね、怖いですね、これは。おいおい、そこも形の悪いウルトラマンと頭のおかしいバントマン、お前ら宇宙人を倒すんやな。やっぱり宇宙人だと思うんだ。その奴らやな、あと8分後にこの滝沢村に到着する。試合中に宇宙人が練習するかもしれねえぞ。おい、パンチしっかりカウントダウンしとけよ。いいか、今から宇宙戦争開戦だ。さあ、先日不気味な予告、友達の友達の宇宙人を呼ぶと宣言しておりましたが、本当に宇宙人は現れるのか。8分後と表示します。8分後って言ってましたね。さあ、スピーディーな攻撃、やられているのはヒーロー、ウルトラマンロビン。今日はちょっと違う目を見せてくれておりますよ。先日はみちのく2人だけ次の試合に期待と言ったんですけどもね、はい、あれは1回戦で敗退だったんですね。トーナメントでしたからね。そうでしたね。次に頑張ってほしいという我々の希望もありましたね。そうだったんですよ。今日はリベンジマッチですよ、ね、さあ、隼人と新崎人生、この辺はうまい、うん、相手の動きを読んでいる。さあ、その動きは、おっと、ロープに行きます。拝むか、相手の腕をロックして拝み渡り、新崎人生18番、ぐるっと回っていった。2点、2点頭ですね。本気は違いますね。そしてウルトラマンロビン、さあ、どんな攻撃を見せるか。攻撃を見せる前にこれだ。大丈夫でしょうか。ちょっと後ろを気にしてなかったですね、ヒーローも。大丈夫でしょうか。場外に連れて行かれます。ウルトラマンロビン、ちびっこファンの悲鳴が聞こえそうだ。さあ、場外戦、こちらはハヤトと新崎人生。臆する子が攻めていきますね、ハヤトも。そうね、あと南野も足出してますよ。ああ、本当です。そこの手を出しちゃいけませんね。おーっと、今度は抑え込む。クーロンの仲間たちが汚い手を使います。さあ、新崎人生怒った。さあ、重い攻撃、隼人を攻める。そしてこちらは扉にぶつけた。さあ、そしてこちらは壇上、壇上、舞台上で、ちょっといいところないですよ、ウルトラマンロビン。さあ、リング内入っているのはサスケ。
佐藤周恵。さあ早くも入って連続での攻撃。この辺はうまい空論、連携がスムーズですね。あ3人がかりですよ。王子キック呼吸ぴったりですもんね。この辺は意地でも返します。サスケ5、4、3、カウントダウンですよ。8分経ちましたよ。誰が中心かよ。何ですか。メフィラス星人。メフィラス星人、本当に。そして後ろはガッツ星人、宇宙人が現れました。突如現れたんですよね。本当にフーロンが宇宙人を呼びました。ガッツ星人です。お前やられたんだ。さあどうなってしまうのか。これが俺たちの秘密兵器。知り合いの宇宙人、メフィラス星人さんとガッツ星人さんだ。さん付けです。さん付けですね。この人に俺たちの楽園を作ってやるよ。さあなんだかよくわかりませんが宇宙大戦争という感じにはなってまいりました。そうですね、混沌とするんですね、やっぱりね、やはりヒーローのロビンにはいいところを見せてほしい。このままやられっぱなしではいけない。そうですね。さあ人生、見事なキック。さあ念仏いくか。後ろからカットに入られた。さあサスケは飛ぶか足からいった。ですね、まとめていきました。さあ2人一気に倒して、さらにリング内、何がある。強引に技を組み立ててきますよ。すごいですね。何時固めとコブラツイストごっちゃにしてますよね。一気にかけてますね。すごいことやってますね。さりげなく出すんですよこの人は。さすが天才サスケ。さあ隼人も、これは倒れない。すごいパワーですね。きっちりできますね。さすが新学人生。おっと相手の足を取ってマンダラひねり、ひねった。極楽へのフルコースですね。さあ極楽固めです。はっちりと決まりましたよ。これは決まっております。もうこれは決まっています。あカットが遅れれば確実にギブアップだった。おーっと二人がかりのキック、さらには隼人、重いぞこのキック。おっとメフィラス星人、わけがわからなくなってきたぞ。ロビンはどうした。痛。あロビンはおっと、おーっとダブルで出しましたね。出しましたね。ウルトラダイナマイトです。飛べロビン、重い。2人抑える。カットに入るハヤト。メフィラス、さあメフィラス星人とロビン、あーやられてしまった。返してほしい。さあ攻撃の手を休めません。クーロン、ウエストに入った。あ、3つ入ってしまった。ウルトラマンロビンが抑えられてしまいました。勝ったのはクーロン。この敵の悪いウルトラマンよ、俺たちが拉致してやるよ。ウルトラマン必要ない。水をくれぞ。持ってくれ。俺行かないな。お前が映るしだ。なんだかよくわけがわかりませんが拉致されたんですね。ロビンは拉致ですね。俺に構うなと。そしたらすぐ蹴られましたよ。いやどうなるんでしょう地球は。メフィラス星人とガッツ星人まで現れてしまいました。さあ空論入りするんでしょうか。宇宙人はどうなってしまうのか全く先行き見えません。覚えてね。気仙沼次郎です。私の得意技は気仙沼落としです。漫画の筋肉マン、あれの筋肉バスターと同じ形なんですけども、持った時点で結構決まってますけれども、そこからさらに垂直落下式ブレンバスターのように落としてしまいます。一撃必殺です。やっべし。
リチプロを撮り続けているカメラマンのちょっと素敵なフォトエッセイです。この写真は岩手県営体育館で行われた日本人同士としては初めてのマスカラコントラマスカラというね、負けた方が覆面を脱がなければいけないという試合で、スペルデルフィン対佐藤という、の戦いの、これ試合が決まった瞬間なんですよ。まあ当然そのマスクハギマッチなんていうのは、まあ当然私も見たこと実際なかったし、まあ、お客様も異様なムードっていうんですかね、なんかもう試合前から会場内が異常だし、なんとも言えない雰囲気があって、最後はデルフィン選手が勝つわけなんですけれども、負けた佐藤選手をやっぱりこう取ることがなかなかできないというかですね、人生選手がデルフィン選手をこう抱きかかえ、デルフィン選手は本当にこの喜びを爆発させてるっていう、この写真が全てかなという感じしますね。専用の練習場を持たないユニバーサルの選手たちは、日中全日本女子のリングを借りて練習していました。試合に出てもほとんど給料が支払われることがなかったというユニバーサル時代、生活の厳しさはサスケも例外ではありませんでした。練習が終わり、ハンバーガーのチェーン店へ向かうサスケ。夜10時から朝8時までの深夜のアルバイトです。20歳といえば、高校時代の仲間たちはみんな学生生活を謳歌している時期。しかしその頃のサスケにはプロレスと深夜のアルバイトしかありませんでした。まあ辛い時でもね、やっぱりまあいつかビッグになるんだと、うん、思ってますからね、うん、このぐらいのことは平気ですよ。1992年、サスケは本当にメキシコのリングに立っていました。リングネームは忍者サスケ、メキシカンスタイルの本格覆面レスラーです。世界一のプロレス王国メキシコ、この国ではプロレスをルチャリブレ、自由への戦いと呼びます。激しい動きで観客席を沸かせるのはルチャドールと呼ばれるプロレスラー、その数は2000人とも3000人とも言われています。メキシコシティの中心部から北に外れたベルリオ通り、この小さな通りの一角、石畳とレンガで作られた古い下宿にサスケは暮らしていました。部屋には同居人がもう一人、そう、秋田出身の後輩レスラー佐藤選手です。忍者サスケが乗った雑誌なんかない？あ、ありますよ、ありますよ、うん、これかな、なんで書いてんの？まあ忍者サスケがメヒコでデビューを飾ったと、はあ、でね、このまま突っ走るんではないかと、スター街道というふうに書いてるんですよ。日本を旅立ってからすでに1年が経過、佐藤選手より半年早くメキシコに渡ったサスケのプロレス修行もあとわずかになりました。もう面倒くさいですよ、こうやって一枚一枚やるのは。これもね、運動というよりも修行ですよね、これも。なるぞ。メキシコで2人が所属する UWA の試合はほぼ毎日のように行われます。毎週日曜日はトレオという昔の闘牛場が試合会場です。いや、もう毎週出てますから、何十何回目ですよ。サスケも佐藤選手もマスクマン、ファンに素顔を見られるのはご法度です。この辺一通り少ないから、ここでいつもマスクかぶるから。誰も見てないだろうな。大丈夫です。大丈夫。
あ、一人一人カップルさん来ましたよ。いいいい、カップルちゃん。ここだから。はい、そうです。ここはね、全然人通り少ないんですよ。なんか変身した気分ですね。そうだよ。ここはね、あのトレオですよ、今いる。3万に入ります、これ。こういう感じですよ。今週のベストバウトは98年と2000年のみちのく2人旅タッグリーグ戦の決勝戦をご覧いただきます。みちのく2人旅98決勝戦はデルフィンなにわ組対星川薬師寺組ですね。そうですね、星川薬師寺若手で決勝戦に残ってきたということで、まあ、それだけでも驚きでしたね。そうですね、はい。まあ、対するは順当ですかね、デルフィンなにわ組が残ってきたという、ね、思い出しますね、はい、若くて元気いっぱい。さあこちらは大阪コンビ、紙テープと、ジェット風船の、はい、これがすごいですね、懐かしいですね。ねえ、おっと、これはオーバーマスクですか。おお、これを乗って派手ですね。タックリーグ専用にコスチューム揃えてきてますよね、なるほど。デルフィンなにわ、あっと、これはサスケ組ですか。ただならぬ雰囲気がもう漂ってますね。もうチャブ台も用意されてますよ。うさんくさいですよね。あ、リング内はバックドロップ薬師寺が返す、頑張ってましたね。さあもう臨海アッパーの予告を知ってましたよ。えっ、あ、返した、スクールボーイ丸め込む、おお、え、入った、ね、無理やり抑え込んでましたけども、はい、よかったですね、これは、はい。そしてサスケ組の乱入ですか。なんだなんだ、なんかやったー、いくよ、これも見ちゃうんだよ、ですね。さあこちらはみちのく2人旅2000決勝戦、グラン浜田タイガーマスク組対ペンタゴンエレクトロショック組。はい、このペンタゴンが、グラン浜田選手の長女、ソチ浜田選手の旦那なんですよ。この時まだ結婚してない婚約者なんですね。ああ、そうですか。そういう、あの、義理の父親との、浜田さんが父親、義理の父親、はい、もう今マスクを剥ごうとしているのが、ね、娘の息子、あ、婿、婿ですね、娘の婿。ああ、ペンタゴンが悪いやつだ、タイガーのマスクを剥ごうとしている。これはあの、なんでしょうね。なんでしょうね。すごい家族ドラマがありますね。午後のドラマの中で、そうですね。あ、今来た。お互いマスク剥ぎですね。はい。さあマスク剥ぎの因縁もある。さあそしてリング内。この紫のコスチュームの方はエレクトロショックですね。おお。これはあの、EMLL、はい、というところからトリプルAに移籍した時にですね、エレクトロショックという別なキャラクターに変わって、まあ、メキシコ団体ですね、はい、移籍と同時にこのキャラクターになって、まあ、大成功したレスラーです、ね、なるほど、はい。さあペンタゴンタイガー、おペンタゴンは大活躍ですね。ああ、ありますよね、はい、ありますね。おっと、なんとか、ギリの父親が、そうですね、あっと、はい、シュートに向かって突っ込んでいった向こう、なかなかないですよ、こういうことは。ないですね。場外に投げ飛ばして、さあペンタゴンにタイガー飛んだ。こちらがエレクトロショックと浜田さん、はい。さあこれは必殺ですか。おっとカバーに入った、いった、浜ちゃん勝ったですね。ガッチリ決まりましたね。決まりましたね。うん、返せない。
さあタイガーが向こうを抑えている間にシュートが勝った、ウィル・パンテラがいますね。その後浜田一家は大変うまくいっているそうですテレビをご覧の皆様に素敵なプレゼントがございます。みちのくプロレスオリジナルグッズを抽選で1名様に差し上げます。ご覧の宛先まで必ずおはがきでご応募ください。番組の感想や僕たちへのメッセージもお忘れなく。それでは気仙沼次郎さんのセカンドシングル俺の海に乗せて試合情報をお届けしながらお別れです。明日も気持ちよく目覚めますように。自分で自分に愛想尽き帰るふるさと、リングだけ負けても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 立ち上がれ、堂々砕ける波を背に負って男一匹沼次郎、リングは俺の海。負けても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 立ち上がれ、堂々砕ける波を背に負って男一匹沼次郎、リングは俺の海。